やばいやばいやつばっかくさあ始まりました、月曜金曜19時勝子の部屋でございます、このコーナーは奈良にまつわるニュースを心ラジオさんが紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております。今回はお寺ハンター、おっとこれまた笹やんが、じゃあお寺紹介してくれるでしょう。お願いします。こんにちは。あ、どうもこんにちは。困難が起こらなければ物語は進まない。ああ、なるほど、困難があった方がいいんだ。僕周りで今最近流行ってることわざなんで、うん、そんなことがあるのかな。しっかり目に刻んでください。はい、分かりました、はい、あの前回僕ね、あのお寺を半年しに行った時に、はいはいはい、皆さんにあのなんか半年してもらいたいお寺とかあったら、はいはいはい、ね、言うたやん、はいはい、言うてました、言うてました、言うてねっつって、うん、なんかあの早速ですね、 YouTube とかインスタで、ね、はい、コメントいただいていただいてましたね、はい、コメントありがたいですね。そうなんですよ、あそこ行ってみてほしいですって言ってね。早速ハントしてきました。あ、じゃあもうリクエストに答えるというような形で、はい、あの本当にありがとうございます。それはもう楽しみですね。はい、はい、なのでちょっと早速ちょっと見ていただきたいなと、はい、わかりました、思っておりまして、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。よいしょ、こちらでございます。おー、リクエストしていただいたのが白毫寺。あー、なるほど、はい、白毫寺ね。そうなんです、うん、見ての通り山のふもとの、そう、階段がねすげえんすよ。そう、小高いあの、うん、山のふもとにあるお寺さんにちょっと行かせていただきまして、はいはいはい、うん、ここはあの閻魔さんに会えるお寺として有名でね。あ、そうなんや。そうなんです、本尊もあるんですけど、うん、よりもそっちが有名なんです。閻魔さんに出るんや。そうなんです。で、僕がこれね、たまたま行かしてもらった日が1月の16日、はい、その閻魔さんの防縁日に、お祭りみたいな日にね、行かせていただきまして、はいはい、ちょっとね、今境内をこうね、案内させていただきたいなと思ってるんですけども、うんうんうん、あのちなみにその1月16日っていうのが、はい、これどんな日なのかって言いますと、うん、ここにもね、もう出してくれてるんですけど、うん、地獄か、うん、お休みになるんだ。地獄に休みとかあるんですか。これがね、あるんですよ。へぇ、閻魔さんって、うん、ちょっとこれね、笹やんのここを見ていただきたいっていうね、はいはい、こちら見ていただきたいんですけど、これ閻魔様でございます。はい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 、閻魔様大変です、うん、これ日本の人って大体1日どのぐらいお亡くなりかご存知ですか、うん、日本人が日本の人で亡くなってるか、はい、人事そんなでも1万人いかんぐらいじゃん。あのね、はい、そんな死んでないんですよ。殺すな殺しすぎや。あ、ごめんなさいごめんなさい、約3000人。あ、3000人ぐらいですか。3000人ぐらい平均したら亡くなってるんですけど。あ、なるほど。もうそれで考えても、うん、あの1分に1人いろいろこうね面談しても足りないんですよ、24時間あっても。なるほどね、必ず閻魔様にお目通りしないといけないわけですからね。そういうことなんですよ、休ませてくれ、うん、そんな日があの1月16日と、まあ年に2回あるんですけど、はいはい、7月16日ということで。そうなんよ。そうなんです。休みなんかあんねんね、そんな。やっぱり神様やから疲れるとかあります。あのね、神様じゃないんです、もともとは。あ、そう。この方は、うん、人として初めて死んだ人って言われてるんですよ。え、元人間？元人間です。ええー。あの世にまず一人じゃないですか。まあまあまあ、確かに。ほんで、まあ、次々と死んでくるわけですけど、はいはいはい、ほんなら、その中に、やっぱり、悪い人とかも出てくるわけよ。うんうんうん。ね。ああ、いい人ばっかりじゃないってことね。そうそうそう。あの世、極楽というか、天国と言うても、うん、これやったらあかんって言って、うん、ちゃんと秩序を保たなあかんっていうことで、はいはい、こういうご職業に付き合ったんですよ。ああ、そんな流れがあるね。そうなんです。だからもう本当にこの方はもういろんなものをお見通しなんです。ああ、はいはいはい、はい、嘘も厳しいですから、ね、言いますよね、嘘ついたら舌抜かれるとか ね、そうなんですよ、言いますね、はいはい、はい、これもう僕らのことをね全て見通してる、まさに本当にちょっと言い方変えたら監視カメラでもう僕ら見られてますから、お地蔵さんっていらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、お地蔵さん多いです ね、うん、そのお地蔵さんと実は閻魔様って同一人物、うん、同一人物。そうなんです。まあまあ、まあ、同じな、同じですね。化身と言ったらいいのか。ああ。
悪いこともちゃんと見てるし。エンマさんはもう、じゃあ地蔵の目を通して、エンマさんも見てんねや。そうなんですよ。なるほどね。気をつけてくださいよ。はいはいはい、まあ。そこは。そう、見られてると思うんだよね。そうなんです、うん。まあそんなエンマ様が実はこちらにいらっしゃるので、ぜひね、ちょっと、外国人来たら必ず見ていただければ。ほら、手拭いなんかにもこうエンマ様あしらわれてます。ああ、迫力ありますね。そうなんです。で、もう、宝蔵の、反対側にはね、本堂、ご本堂がございまして、はいはい。本尊さんっていうのが、メインの仏さんが、阿弥陀如来さんという方でございます。ああ、阿弥陀如来。はいはい。如来ですわ。ああ、めっちゃ暗い、一ちゃん高いですね。そうなんです。悟り開いてますね。開いてる方です。はい、その方の額にある、まあ、コブのようなものを。うん、大仏さんもそうだ。ありますよね。うん、あれ、白毫って言いまして。お、白毫寺。そうなんです。そっから来てるんです。あの、巻き毛です。はいはいはい。で、そっから光、プワーって放つんです。あ、そうなんすごいね。すごいでしょ。はい。これ仏さんになったらそういう特徴どんどん出てきますから。イケイボみたいなイメージの人多いと思うんですよね。あ、こちらですけどね、まあ、ちょっとイケイボっぽくは見えますが、そうなんです。そんな仏さんがいます。はいはい。で、まあもう一つですね、これ季節によるんですけど注目していただきたいのが椿ですよ。椿、お花、あ、五色椿ね。あ、そう、五色ね、はい、あ、五色か、はい、五色椿。ちょっとそう上品に言ってほしいから。あ、そうですか。五色椿、まあまあ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。五色に彩られてる椿が実は400年の歴史のあるこの木に、うん、あの綺麗に咲くと。なるほどね。で、今回ですね、まあ見てください、ほらこれね、そうそう、俺が見てきた。綺麗やね。俺が見てきたやない。いやいやいや、すごいじゃないですかこれ。なんか変な話、訳わからん話聞くよりこっち見て。誰がわけやかで話してんの。綺麗ですよ。これはね、本当はあの西の空に沈んでいく太陽、ね、本当に極楽浄土、最高極楽浄土、阿弥陀さんの世界を見ているかのような夕方でした、私、結構登りますからね。そうなんです。まあ、このお寺には実はあの酒呑童子っていうね、鬼の総大将がここにいらっしゃったとか、あ、はい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 、昔はここが貴族の別荘やったとか、うん、いろんなエピソードありますからね。なるほど、はい、そういうところも楽しんでいただけたらいいんじゃないかなということでね、うん、さあそんな爆白帽子参りました、うん、いや久しぶりに見ましたね、うん、そんな勝子さんに、はい、ささやん、ちょっと聞いてよいい話っつってね、うん、はい、ささやん雑学ということでですね。あ、雑学、はいはい。アバターって知ってますか？アバター、うん、アバターって言ったらあるでしょ、あの普通にゲームとかのキャラクター、自分が操作するキャラクターのことっちゃいます、ね、そのアバター？そのアバターです。はい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 、知ってますよ。正式名称ってご存知ですか？正式名称、うん、アバターの、うん、あ、なんか続きがあるんや。そうや。いや知らないですね。アバターとしか言ってないですけど。アバターラって言うんですよ。アバターラ、はい、それが、うん、あの実は仏教の言葉から来てるっていうのをご存知でしたでしょうか？いや知らないですね。僕らが使う言葉で言ったら、うん、あの化身とか分身っていう。ああ、はいはい、まあ、まさにそういうことだよな。そういうところからも来てるということなんです、うん、そういうことなんよ、はい、そうなんです。それじゃなくてもラーぐらいいいやって感じやけどね。じゃあまあ、やっと、ね、一文字。これ、ハリウッドの人が作った造語っても聞いてますけどね。ああ、名画でやってた。そう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 。あれを切って言うたっていうのも。まあ、知ったらそういう言葉。僕らの日常にも、せやね。仏教の言葉って、やっぱりね、こう、非常に自然に入ってると。そうですよね。だから、ほんまに、子供とかでも知ってんじゃないですか。今の時ゲームでキャラクター作ったりします。アバターを作ってますからね。そうなんです、そうなんです。ささやん雑学だ。そうなんですよ。だからまあそういう感じで、言うたら奈良が日本の仏教の最初ですから。うん、うん、うん、そうですね。同時に奈良も発信していきたいなと思う次第でございますよ。はい。ということですね。わかりました、今日はこれをご紹介したかったので、あとリクエストありがとうございました、はい。またね、どしどしあの、お寺だけじゃなくて、なんかいろんなスポットあったらですね、ぜひ言っていただけたら。もうどしどしね。はい。全然もう、県内であれば。そうです。奈良なんでね。奈良自慢チャンネルなんで。はい。奈良であれば全然、そうでもいいですから。またぎなしで行かせていただきたいと思っております。はい、いいコメントいただければと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ帰ります。ありがとうございました。はい、さあ、それでは、白毫寺、ご紹介いたしました。次回またお会いいたしましょう。さよなら。